その子音、演詞音、その詩音、1961年12月18日体は、日本の映画監督、脚本家、愛知県豊川市出身。1961年、愛知県豊川市生まれ、17歳で、詩人デビュー。ユリーカ、現代史手帳に続々と詩が掲載され、ジーパンを履いた作太郎と称される。法政大学入学後。 8mm 映画を手掛ける。1986年、8mm 映画、俺は、そのコーンだ。が、ピアフィルムフェスティバル入選。翌年、8mm 映画、男の花道でグランプリを受賞。1990年、ピアフィルムフェスティバルスカラシップ作品として制作された 16mm 映画、自転車と行きは、ベルリン映画祭正式招待のほか、 30を超える映画祭で上映。同作品はヨーロッパ及びアジアでの縦断段公開が2年、あまり続いた。1993年、部屋を制作。翌年、サンダンス映画祭審査員特別賞を受賞。同作品は、ベルリン映画祭、香港映画祭、ブリスベーン映画祭、ビエンナール映画祭、なんと三大陸映画祭、ストックホルム映画祭。 台北金馬映画祭、ロッテルダム映画祭、シンガポール映画祭など49の映画祭で紹介される。稽古ですけど、1996年、風、1998年、通産賞制作など映画制作を続ける。一方、街頭出パフォーマンス、東京ガガガを主催し、一大ムーブメントを起こす。4000人のパフォーマーが渋谷のストリートで展開。 このドキュメントを収めたジャン・ジャック・ベネックスのテレビ番組はフランスで視聴率40%を超え話題となる。ファッションデザイナー荒川新一郎とのプロデュース、短編0センチメートル4、1999年は上映したフランス、パリコレクション会場がスタンディングオベーションの渦となった。1994年3月10日から17日、吉祥寺バウスシアター全館を貸し切り、 その子温厚臨祭を開催。映画、東京ガガが、路上演劇、朗読、アート、様々な表現を提示した。1995年、100時間に及ぶ素材からなる、大長編映画、バッドフィルム制作に取りかかる、2012年完成。2000年、うつしみを、制作、劇場公開。2001年、物議を醸した衝撃的な作品。 自殺サークルを公開。新宿武蔵野館における過去最高の観客動員数となり、記録を塗り替える。ビデオ、DVD はアメリカ、フランス、ドイツ等世界各国で発売、レンタルされた。またカナダファンタ映画祭、ファンタジュア2003にて、観客投票で第一位となり、観客賞を獲得。同時に、今年、最も優れた映画に贈る賞も獲得。 2002年度日本映画プロフェッショナル大賞第10位。2002年、ハザード制作。ニューヨークを舞台に、小田切城奮する不良青年の青春映画。2003年、前作に続けて、小田切、田中哲氏、村上氏、市川美和子等が出演した、夢の中へ、を制作。さらに同年、宮崎真美主演で、R18 指定の家族劇。 奇妙なサーカスを制作。2006年、のりこの食卓を公開。第40回カルロビバリ映画祭、コンペティション部門の特別表彰賞と国際シネマクラブ連盟によるドン・キホーテ賞を受賞。また、韓国で開催された第10回プチョン、国際ファンタスティック映画祭コンペティション部門の観客賞と主演女優賞を受賞した。2007年、 テレビ朝日系、ドラマ、自故警察に監督として参加。2008年、愛の剥き出しを公開。第9回、2008年東京フィルメックスにおいて、観客の投票によって選出される、アニエス・ベイアワードを受賞。第59回、2009年ベルリン映画祭に出品され、カリガリ賞、国際批評家連盟賞を受賞した。続く、ちゃんと伝える」では、故郷、 と川を舞台にした。2011年、冷たい熱帯魚を公開。第67回、ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に正式出品された。日本国内では様々な映画賞に名を連ねた。さらに同年、恋の罪を公開。2011年10月23日、監督した映画、冷たい熱帯魚、恋の罪に出演した。 かぐら坂めぐみと婚約した旨が報じられた。結婚以降もかぐら坂は多くの作品に出演させている。2012年、秘密を公開。古谷実のの同名漫画を映画化。自身初の漫画原作物に挑んだ。第68回ベネチア国際映画祭コンペティションに出品され、主演のソメヤ・太、二階堂文が最優秀新人俳優賞。 マルチェロ・マストロ・ヤンニ賞を日本人で初の受賞という快挙をもたらした。10月、希望の国を公開、原発事故の問題を正面から描き、国内外に悲惨な現実を伝え、第37回トロント国際映画祭にて、ネットパックアジア最優秀映画賞を受賞。主演の夏谷義磯は、第63回芸術選賞、文部科学大臣賞並びに、 第67回毎日映画コンクール、男優主演賞を受賞した。2013年4月、テレビ東京系ドラマ、みんな、エスパーだよ。にて、総合監督を務めた。同月、芸人宣言をし舞台デビュー。9月、地獄でなぜ悪いを公開。エンターテイメントに徹したアクション活劇を監督。第70回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に、 正式出品された。第38回トロント国際映画祭では、ミッドナイトマットネス部門観客賞を受賞。2014年6月、小説、毛深い闇を、川で処方新社より出版。8月、井上三太原作の、東京ドライブを公開。11月、雑誌、GQ ジャパンがその年最も輝いた男性を、表彰する。 ブックマン・オブ・ザ・イヤー2014を受賞した。2015年5月、枠井県原作、綾野強主演で、新宿スワルを公開。演作品最大のヒットを記録。6月、魂の集大成と歌った SF ファンタジー、ラブピースを公開。第5回北京国際映画祭にて、日本映画として初の出品作になった。カナダ・モントリオールの 第19回ファンタジア国際映画祭では、観客賞を受賞。7月、山田裕介の原作に、大胆なオリジナル要素を加えた、リアル鬼ごっこを公開。同じく第19回ファンタジア国際映画祭にて、最優秀作品賞、シュバルノアール賞、審査員特別賞、最優秀女優賞、トリンドル・レーナを受賞した。スペインのシッチェス映画祭では、 ファンタスティック部門での貢献が評価され、タイムマシーン賞を受賞。スペインマラガファンタスティック映画祭では、最優秀作品賞と特殊効果賞を受賞。同映画祭で、日本映画が受賞に至ったのは、本作が初となる。9月、テレビドラマシリーズ、みんな、エスパーだよ、を映画化した。2015年7月、初の美術館での個展。 ヒソヒソ制展を開催。同時期に、ワタリウム美術館オンサンデーズにて、絵本、ラブピースの原画展も開催。9月、チンパーム発案の、ドントフォローザウィンド展、ワタリウム美術館にて、映像インスタレーションを発表した。2015年、豊川広報大使に就任する。2016年4月、地震発の美術館での個展、その高温展、ヒソヒソ星を、 ワタリウム美術館にて開催。5月、第40回トロント国際映画祭にて、ネットパック賞、最優秀アジア映画賞を受賞した、ひそひそ星を劇場公開する。大島新監督のドキュメンタリー映画、その幸運という生き物が公開される。2019年2月7日、心筋梗塞を発症し、病院に救急搬送され手術を受ける。同月21日、 退院。6月25日、ネットフリックスオリジナル作品祭に出席し、病後初めて公の場に姿を見せた。著書によれば幼少期、少年期から映画好きであり、それも、洋画ばかり見ていた。少年期から好きな作品にアメリカンニューシネマの、アーサーペン、俺たちに明日はない、左利きの拳銃や噴水映画のジャン・ギャバン主演、傍教や、ジャンヌ・ダルク裁判に、 フランソワ・トリュフォー作品、1960年代までのアメリカ映画はかなり見ていた、好きな監督に、ウィリアム・ワイラーやイタリアのビットリオ・デシーカ、好きな役者、スターに、ジョン・ウェイン、リチャード・ウィド・マークや、ジャン・ギャバン、アラン・ドロン、ソフィア・ローレン、リリアン・ディッシュ、ポール・ニューマン、イングリッド・バーグマンなどを挙げ、とりわけ、バーグマンとは本気で結婚したいほど好きな思いを抱いていいという、出演した。 ラジオ、スカパー。日曜、シネマテイクで、ルネクレマン監督のフランスの反戦映画の名作、禁じられた遊びを好きな映画にあげ、この映画は小学生の時にテレビで見ました。当時はほぼ毎日、地上波で夜9時から映画番組があって、コダールやトリュフォーすらも放送していたんです。家族でウルトラマンを見た後に、コダールを見るなんて、今では、 ちょっと信じられないですよね。かっこ笑いと発言。また別の回では、深作金次監督の仁義なき戦いを選んでおり、深作監督とお話しする機会はなかったんですが、僕にとっては心の師匠。映画を作るときは常に深作監督のことが頭にあって、今度の新作、地獄でなぜ悪いでも、深作警察署が登場したり、仁義なき戦いの音楽が流れたりします。 それくらいずっと憧れてきた影響を受けてきた監督です。ヤクザ映画なんですが、実は、深作監督も、菅原文太さんもすごく真面目なタイプで、ヤクザに対して距離感を持っている人です。でも実は、それが、ヤクザが格好よく描ける秘訣。コッポラがゴッドファーザーを撮った時も同じで、ヤクザやマフィアを全くリスペクトしてない人が撮ると、客観的に描けるので、 格好良くなるんです。と評している。2015年7月11日に放送された NHK スイッチインタビュー達人たちで、そのは尊敬する漫画家の長井豪と対談した。長井も演作品のファンであり、また昔から大の映画ファンで知られており、そのの冷たい熱帯魚を好きな作品の一つに挙げ、長井は冷たい熱帯魚はサムペキンパーの藁の犬や、 トビー・フーパー、悪魔の生贄に匹敵する作品と評している。映画秘宝を創刊した映画評論家、コラムニストの町山智博は2009年のベスト10を選んだ際に、そのの、愛の剥き出しを1位に選んだ。同年に、日本で公開されたクリント・イーストウッド監督、主演、グラントリノを2位にして、グラントリノは、愛の剥き出しを見るまで1位の作品、どちらも、 グラントリノと愛の剥き出し、不在の聖母を描いた作品、と評した。2009年のキネマ淳報のオールタイムベストの日本映画編のアンケートによれば、熊切和義は自身のベスト10に、そのの、のりこの食卓を選んでおり、鑑賞した日の夜に、興奮のあまり縁に電話をし、愛盲と役、吉高由里子って誰ですかと聞いたという。俺は、 そのコーンだ。男の花道自転車、トイキヘアザルーム自殺サークルストレインジェサーカス奇妙な、サーカス、ノリコの食卓気球クラブ、その後、エクステンアイの剥き出し冷たい熱帯におこいの、積み秘密希望の国地獄でなぜ悪いリアル鬼ごっこ、ひそひそ星。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。